はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は維新の嵐幕末志士伝、土方歳三物語の続きをやっていきたいと思います。早速イベント始まってますので、ここから見ていきましょう。芹沢家紋ですね、王諸君ということで近藤さんと話をしているようです。芹沢家紋はね、皆さんご存知の通り、新選組の内部権力闘争の中で、近藤一派に暗殺されてしまうわけなんですけども、初代の局長はね、芹沢家紋だったんですね。で、芹沢家紋はね、大河ドラマ新選組では佐藤浩市さんがやってたと思うんですけど、まあ、あの感じかっこよかったですよね。で、新選組の中では、大河ドラマのですね、新選組の中では香取くんがね、近藤局長をやってましたよね。で、沖田くんをカイジの藤原竜也さんがやってたと思うんですけど、あんまり幕末以外の大河ドラマは見ないんですが、龍馬伝とこの新選組は見てましたね。この辺りがね、幕末に弱い理由だと思うんですけど、大河ドラマとか、まあ何でもいいと思うんですけど、興味を持って、そこに取り組んでいけばね、自然と知識が身についていくと思うんですけど、なかなかね、ちょっと幕末にそこまで興味を持てなかったっていうのがね、まあここに来て痛いところなんですけど、そういう意味で言うと、第1次、第2次世界大戦とかもね、昔は全然好きじゃなくて、全く興味なかったんですけど、まあ、ある時からね、面白いなと思って、いろいろ文献とか雑誌とか、もちろんゲームとか見ていくとですね、どんどん、まあ、詳しい方からすればね、それでもまだまだだと思われると思うんですけどね、知識はついてくるんで、興味あることあればね、まあ、がむしゃらにやるタイプなんですけど、興味がないと全然なんですよね。で、イベントの方ですが、まあ、近藤一派と芹沢一派で、早くも隙間風というところですかね。で、斎藤はじめが合流。斎藤はじめのイメージはやっぱり流浪に剣心のガトツですね。で、幹部候補何人かと平大使数十人を採用。これってだいぶ大きな組織になりましたよね。20人足らずだったものが一気に数十人大使を集めたんだから。柔術の専門家松原。さらに、宝蔵院流、槍の名手、谷三十郎。佐野助の師匠。まあ、そういう設定のようですね。で、美濃、大垣藩出身、島田海。荒木田様之助。もうこの辺りになってくると、恥ずかしながら、名前がわからないんですけど。あとはこれは楠木小十郎さんかな。だいぶ、大使が増えたと。まあそういう描写だと思います。新選組の兵力が10上がった。これ兵力っていうからには何かあるのかな？合戦になったりした時にこの兵力が、物を言うとかね、そういうシステムだとも少なくても説明書の中には書いてなかったですね。ではまたちょっと街歩きをしましょうか。あとは、まあ、新選組まだね、人に襲われるっていう状況でもないと思うんですけど、人に襲われることもまあ、頭に入れてですね、同行してくれる人は欲しいよな。大将をいくつかの部隊に分けて任務に当たらせる。うん、隊長の人選は歳さんに任せよう。これがいわゆる組長ですよね。1番隊、2番隊みたいな。タイムを行う。目的を確認する。目的は、まあ、京都の治安を守ることですよね。じゃあ、タイムを行いましょう。同行者の変更。同行者まず加えましょう。誰を同行させるか。1番隊隊長。これが沖田総司ですね。他、
隊長っていうのはいないな。1番隊の隊長しかいないってことは2番隊がいないってことだな。2番隊の隊長って誰だったんでしょうね。3番隊が斎藤はじめだったっていうのは、なんとなく、ごめんなさいね、間違ってたら申し訳ないんですけども、覚えてるんですけど、2番隊が誰だったかっていうのはちょっとパッと出てこないですけど、まあ、ゲンさんをとりあえず連れてこう。あと、そうだな、せっかくなんで、じゃあ、島田海。で、あとは、新選組の情報なんかも確認する人事情報。局長が芹沢さんですよね。総長が新見さん。副長に近藤勇。1番隊の隊長が沖田。はあ。2番隊を誰にするか。3番隊以降も、まあ、もちろんそうですけどね。観察型が山崎さんですね。収集した情報。ここに情報が入ってくるんだな。新選組の詳細情報は、まあ、財力が10、発言力が1、軍事力が53、本拠地が前川屋敷です。まあ、このあたりの情報が、まあ、行動によって変動していくということですかね。では、まずちょっと稽古とかしてみますか。これは、江戸にいた頃と同じような内容ですかね。まあ、しっかりと精錬しておきましょう。で、町に行って、まあ、芸妓さん遊びじゃなくて、情報集めをね、しに行きましょうか。はい、また芹沢さんですね。島原に飲みに行こうではないか。まあね、飲みに行きたいよな、女の子もいて。ただ、お金がね、結構かかるんですよね。めちゃくちゃ金がかかるんで。900、まあ、1000近くあったお金が情報集めのために料亭に入り浸ったら半分以下の400台に落ち込んでる状態なんで、お金がね、遊びにはやっぱり必要ですよね。これはタイのゴーゴーバーでも同じですね。まあ、僕みたいなアラフォー男なんかももちろんタイのね、綺麗な女の子が普通に相手をしてくれるわけはもちろんなくてですね。だとすればやっぱり若い子にはないお金の力といっても、お金がもちろんあるわけではないんですけど、お金をね、使って女の子と遊ぶと。同じことですよね、この芹沢がやってることも。土方さんはこれ、お酒が飲めないのかな？僕は、まあ強くはもちろんないですけど、飲めなくもない。まあ、ただ、タイとかゴーゴーバーとか行った時はね、まあそんなに飲まないようにしてます。特に一人行った時は。友達とか知り合いとかと行った時はね、あんまり気にせず飲むんですけど、一人の時は行ってもね、ほどほどにしてます。はい。ここで、新選組の厳しい掟、それが発表されたのだ。まあ、鉄の掟とも言われたその新選組の掟によってね、まあ内部粛清みたいなものが行われて、その不貞浪士との戦いよりもこの規律対立違反で、まあ、切腹とか処刑とか、まあ、そういう形で死んでいった人の方が多いとも言われているようですね。まあ、山並さんとかもね、脱走で最終的には切腹してますしね。
まあ、芹沢がまた暴力不尽なことを言って暴れ回ってるので、ここはやめさせましょう。芹沢さんがね、ここでことを荒立てると新選組のメンツが潰れて京都での評判も落ちますからね。まあなんといってもね、燃やした男ですからね、宿がないと言って暖を取るために、むちゃくちゃ暴れてるな。まあね、確かに酒癖の悪い人っていましたね。大学の友達で普段はむちゃくちゃおとなしいんですけど、酒が入るとすんごい口が悪くなって暴れる人がいましたね、一人ね。まああんまり僕の周りでそういう人はいなかったんで、その人が最初で最後なんですけど、まあ決してね、悪いやつではなかったんですけどね。では今回はお金、月が変わってちょっと入ってるんで、島原に繰り出して芹沢さんが暴れたお詫びをしに行きましょう。料亭で情報集めです。これ同行人がいるけど、同行人の分まで金が減るのかな。628だね今。これがどうなるか確認しておきましょう。ん、一人分だなってことは、おのおのが金を払ったと、まあそういう計算ですね。これどうなんでしょうね、フリーシナリオなのかどうかっていう事前情報もちゃんと確認せずにゲームをしているんですけど、自分と同じ砂漠開国派になってくれたら、例えば山並さんがね、脱走しないとか、まあそういうイベントに変わったりするんでしょうかね。まあ情報を聞きます。江戸に戻る。まあ、これはね、自分たちのことですからね。まあ全然違うんですけど、タイにも、こういうお酒が飲めて歌を歌ってっていうカラオケがあるんですよ。いわゆるカラオケ。まあ、ただ、日本でいうカラオケとまあ全く違くてですね、ついてくれた女の子とは、まあ、お持ち帰りができると。で、つく女の子は、お店に入るとずらっと並んでるので、その中から、じゃあこの子と、一緒にご飯食べてカラオケ歌いますみたいにすると、まあ、30分とか40分とか1時間とか、もうちょっとコースはね、しばらく行ってないので忘れちゃいましたけど、選べてですね、それが終わった後に、じゃあ一緒に、まあ、いわゆる連れ出ししますかしませんか、するならいくらです、チップはいくらです、ロングですショートですみたいなのが決まってるんですね。もうカラオケは本当に行ってないですね。最後に行ったの多分ミカミックスと行ったのが多分最後だと思うんで、もう5年ぐらい行ってないんじゃないかな。もっぱら僕はもうマッサージ、エロマッサージ屋さんとゴーゴーバー、 あとたまに MP、 まあ日本でいうソープランですだけですね。まあ、カラオケはね、一人で行っても微妙なんで、やっぱり何人かで行くとね、もちろん楽しいんですけど、最近一人で行くことの方が圧倒的に多くなってしまったんで、まあそれくらいですかね。まあだからタイの夜遊びは、まあ、ゴーゴーバー、まあ、夜遊びではないですけど、マッサージパーラーとエロマッサージ。それと、まあ、いわゆる遠行カフェみたいなね、低迷カフェって呼ばれているところがあるんですけど、まあ、そこで遊ぶことが多いですね。いや、金かかるよね。こうやって見るとね。給料がほぼなくなるからね。ちなみに、この一緒についてきたゲンさんとか、どうしてんでしょうね。外で待ってるのか、一緒に遊んでるのか。一緒に遊ぶとするとお金がね、結構大変ですよね、きっとね。
今まで出てきた芸妓さんの中ではこの芸妓さんが一番タイプかな。では戻りましょう。時間を進めていきます。はい、そしたらですね、ここで2番隊隊長とかを選べるようなんで選んでいきましょうか。2番隊隊長はじゃあ長倉新八、3番隊は斉藤はじめ。このあたりある程度自由にできるってことはフリーシナリオかもしれませんね。で、あとはそうだな、山並さんをそのまま残して5番隊に佐之助を入れましょう。まあ、こんなところまでかな。では巡察してもらいます。まあ、しっかりといろんなところを回って不定の輩がいないかどうか。まあ、不定の輩が多いのはね、きっと島原であり祇園でありっていうね、こういうところだと思うんで重点的に行きましょう。何人ぐらいをどれくらいの規模で、配備するのがいいのかっていうのも分かってないんで手探りになってますけど、まあ、このまま一旦進めていきます。この新選組のタイムとして稽古してると今からご覧いただくように結構ね剣道で挑まれます。はい。でね、しっかり訓練をしてたおかげもあって結構勝ってます。最初からご覧いただいてた方はね、まあ、こいつド下手だなと思って見ていらっしゃった方が多いと思うんですけど、だいぶこのあたりもコツをつかんで上手くなってきました。で、多いのがやっぱり面が多いですね、僕が決めるのは。まあ、小手とか胴とかねありますけどね、剣道はあんまり詳しくないですけど、まあ、何度か言ってますけど僕は柔道部だったんで剣道か柔道か高校の時は選択制だったんですけども、剣道を選んでた人はねきっとそういうのも詳しいんだと思うんですけど、僕は柔道部でもちろん柔道を選んだので全くでしたね。まあ、ただその分柔道の技とかはね普通の人に比べたらもちろん詳しいかなとは思いますけど。ではちょっと面会をしてみますか。誰が残ってるかというと、まああんまりいないか。砂漠開国派っていうのがそもそもいないからな。ちょっと松原に会って砂漠開国派に鞍替えさせよう。松原さんがね、自分よりも情報をいっぱい持ってるとは、ちょっと思えないですからね、このスキンヘッド。うお、すごい圧があるな。こっちは3人、向こうは1人って。かなり圧がありますけど。さあ、では、久々に絶戦をしていきます。勝海舟とかね、ボコボコにされましたからね。さあ、まず話題決めです。まあ、得意の話題で言った方がいいっていうのが一つと、あとカードが多い方がいいので、まあ、カードが多い。京都での政治工作にします。まあ、早速意見カードを出して、自分が勝てるところで確実に勝っていった方がいいと思うんで、いきなり数字の高いものから出していきましょう。51削った。結構削ったな。話題は変えずに、このまま意見カードを出して松原をこちらの意見に従わせましょう。強く、強く主張する。これでまた30ぐらい削れるよね。とどめを刺す。で、軽く主張しか持ってないので軽く主張します。松原さんのカードは罵倒してきやがった。じゃあ、罵倒バトルに勝負しましょう。いや、でもいきなりさ、土方さんにこんなね、罵声を浴びせると、どういうものかと思いますけど。
知名度が14上がった。知名度がどんくらいになるとね、松平片森会津藩主とかに会えるんでしょうね。前回はね、まあ、言っても門前払いされてしまいましたからね。京都で何か事件が起きたようです。まあ、京都にいるんだからもうちょっと詳しく教えてほしいな、この事件の内容は。4月の20日ですね。まあ、詳しい人だとね、きっと4月の20日、1863年の4月の20日、このキーワードだけできっと、何々事件だよとか、何々が起きた日だよ、何々の変だよってわかる方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、勉強不足で恥ずかしいんですが、ちょっとわからないですね、何が起きたのか。まあ、ただ何かが起きたのは間違いがないので、なけなしの金ですけど、島原に繰り出しましょう。島原に行って、情報を集めに行きます。じゃあまず1件目ですね。お金がないので一番安い白玉なり、ぶぶ漬けなりを食べていきましょう。久光が京都から撤収したという情報をゲットしました。これがただ事件なのかというとどうなんでしょうね。起きた事件が何かあるはずなので、ちょっとその事件の中身が知りたいな。金を払って芸妓さんと遊びながら情報を聞いていきましょう。ああ、清川八郎が暗殺されたと。これがニュースかもしれないですね、ニュースといえば。清川八郎は、この浪士組を結成した、策謀家というかね、まさにその人ですね。で、隊士たちがみんな、巡察から帰ってきたと。なので、情報集めが終わったら再び巡察に出てもらうための指示を出しましょう。まあ、指示を出さなくても、もう各々勝手に言ってもらっていいんですけどね、全然ね。では、ここでも情報集めをします。なんか新しい情報は入らなそうだな、この感じ。早くもこの時点でね、しょうもない情報しか出てこないんで。一応もう一軒だけ巡りましょう。そこで情報が出てこなかったら、金を節約するためにもう一軒、最後の一軒は行かずに終了だ。情報来るねー。ちゃんと情報来る。となると、最後の一軒も言っとくかな。まあ、きっと事件は清川八郎が暗殺された。まあ、それが事件だと思うんで、まあ、それ以外のね、情報が、出てこないかもしれないですけど、最後の一件も行きましょう。亀屋さん。で、亀屋さん行った後は、一度、前川邸、まあ、つまり本拠地に戻ってですね、で、そこで、体力を回復して、再び隊長たちに巡察の指示を出しましょう。やっぱり情報なかったね、最後はね。では、本拠地に戻ります。これ、あとですね、結局この隊長を指名しとかないと指示が出せないので、隊長に誰かしらをつけていきます。まあ、源さんは、どこ中茶平山。はじめ、ちょっと誰でもいいので誰かをつけて指示が出せる状態にだけはしておきたいと思います。野口。まあ、言い方は悪いですけど、まあ、誰でもいいと。誰でもいいので、一応ね、隊長を用意して、隊長に指示を出すと。まあ、そういう仕組みになっているようなので、ここは、その仕組みにね、しっかり乗りましょう。観察
誰かいるかな、余ってる人ね。荒木田様の助にしよう。こんなところかな。で、これで指示を出していきましょう。起きた。巡察指示。まあ、行ってないところがいいよね。待機してる人以外はきっと巡察の指示は出せないんじゃないかなと思うんで、そうなるとね、人を増やすしかやっぱり道がないんですよね。で、その人を増やすには隊長に任命するしかない。そうか、巡察の人は情報集めができるんだな。となると情報収集能力が高い人をね、やっぱり派遣するっていうのも大事ですよね、きっとね。はい、では一通りですね、役職を全部割り当てました。1番隊から10番隊までの隊長、さらに観察型として3人、割り当てましたので、これでね、新選組の任務をこなしていこうかなと思います。もちろんね、土方さんは、まあ、この新選組のね、実質的な責任者であり、まあ、リーダーだと思うので、まあ、指示を出しながら、いざという時に死なないようにですね、自分の能力も高めておきたいと思います。というところでですね、じゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。